この番組はフライングドッグスクエアエニックスの提供でお送りします。どうして、どうして部活辞めるなんて言うの？なんとか言ってよ、たまちゃん。私、みんなの役に立てませんから。何言ってんの、ここで話したじゃない。たまちゃんが入ってくれたから、うちの剣道部はずっと良くなったって。そんなことないです。こないだも結局負けちゃったし。負けたのはたまちゃんだけのせいじゃないよ。みんなが、いいえ、私が勝たなきゃいけなかったんです。みんなそう思ってました。勝たなきゃいけなかったし、負けちゃいけなかった。あの大会で分かりました。私より強い人はいっぱいいっぱいいます。私はみんなのお役に立てません。剣道を続ける意味が分からないんです。そんなこと。失礼します。待って、それでいいの？タマちゃんはもう部活しなくても平気なの？興味ありません。ちゃんがまだ先生には渡してないんだけど。宮崎さんも来てませんね。教室行ったらもういなかった。とにかく練習始めよう。私先生呼んでくるから素振りから始めてて。わかった、さあやろう。はい、はい、キリノ、ん？大丈夫？ダン君、宮崎さん何か話してました？俺じゃ力になれないのかな。よし、ユージ君から30回ずつ声出して。はい。タマガか。先生、どうしたらいいんですか？仕方ないさ、無理に引き止めるわけにもいかんしな。そんな、結局部活動なんだ。個人の意思を尊重するしかない。悪い、今日もちょっと用があったな。道場には顔出せない。富山たちのことも明日には決めろよ。なんで逃げるんですか！あんた顧問でしょ！お先に失礼します。はい、お疲れ。で、なんか言ってた？先生。何も。何もって、何考えてんだ。あの顧問は剣道部最大のピンチだってのに。まあでもなんとかなるよ。とにかく一年の子たちのこと考えてあげなきゃ。キリノ、終わったな、俺の剣道。一日市内に握らなかったなんて何年ぶりだろう。学校も休んでる。病気ですか？いや、そういうんじゃないと思うけど。ミヤミヤは？休んでる。後でお見舞いに行きましょうか。うちにもいないみたいなんだ。携帯にも出ないし、今はそっとしといた方がいいのかな。かもね。キリノの方は帰りに私が寄ってみるよ。あの、キリノ先輩、最近おかしくありませんか？そんなことないよ。さあさあ、細
と気にせず練習練習。今日も先生来ないのか。なんだか寂しいですね。もともとそんなに大勢じゃなかったのにね。どうしたの？付き合ってくれなくてもいいのに。まあまあ。タマちゃん、もう剣道やらないの？うん。どうして？別に理由は。お父さんにも無理にやらなくていいって言われたし。今まで無理してやってたの？そんなことないけど。ユージ君？タマちゃんは剣道強くなりたいって思ったことある？あの人に勝ちたいって思ったことある？ユージ君？前にタマちゃん俺に聞いたよね。負けた時ってどんな気持ちになるかって。きっと今タマちゃんが感じているような気持ちだよ。すっごく悔しいんだ。悔しい。そう、タマちゃんはあの人リンさんに負けて悔しいんだよ。タマちゃんは今まで誰よりも強かったから、その悔しさをどうしていいかわからなかったんだね。今やめることはないよ。剣道はちゃんとその先を用意してくれてる。何？その悔しさをバネにして頑張って次は勝つんだ。悔しさよりずっと大きな喜びがあるよ。頑張って勝つ。そう、俺はタマちゃんと違っていっぱい負けてるからそれを知ってるんだ。それを知ったら剣道が好きになるよ。ユージ君。ん？自転車貸して。もっと動け安藤。どうした？いきなり。すいません。どうしても教えてほしいことが。ん？冗談との戦い方を教えてください。私、あの人に勝ちたいんです。ほう、どうやら負けて分かったみたいだな。だけどよ、お前んとこにも冗談使いがいるじゃねえか。え？また。玉木。私聞いたんです。先生は冗談を使って石橋先生に勝ったって。お願いです、私に冗談との戦い方を教えてください。あれは追い詰められて出た苦し紛れの一発芸だよ。俺の冗談なんてろくなもんじゃない。お願いします先生。
俺がお前に教えてやれることなんてないよ。お前の方がずっと強いんだし。長く剣道やってれば負けることだってあるさ。どうしても勝てない相手だって出てくる。いいじゃないか、部活なんだから。楽しければ。楽しければいいんですか。私今日気づいたこの悔しさを忘れたくありません。やっと自分の剣道を始められそうなんです。負けたことにちゃんと向き合いたいんです。おい、立て石田。始まんねえよな、剣道は。道場行くぞ。はい。あ、お前町戸まで自転車で行ってきたのか。はい。明日から向き合うか。女。宮崎さん。待ってください。どうしたんですか。みんな心配してますよ。うるさい、ついてこないでよ。ダン君と何かあったんですか。キャリーさんのことならもういいじゃないですか。二刀流じゃないならそれ用の練習してもっと頑張ればいいんですよ。触るな。ダン君やあんたにこの気持ちが分かってたまるか。自分と同じように相手が頑張ってたら差なんて縮まらない。勝てっこないのよ。話せよ。話しません。ああ相手の言葉を鵜呑みにしてどうすんですか。キャリーさんだってお正月やお盆やクリスマスは休みますよ。差は絶対に縮まります。追いつくのに何年かかるのよ。努力しても無駄なら剣道なんてやってる意味ないわ。そんなの勝手に決めないでよ。努力が無駄なんてなんで言えるの。なんで決められるの。私はそんなこと思ったことないよ。たった2回負けただけで諦めてふてくされて逃げようとしてるあんたにそんなこと言わせない。やめるんだったら勝ってやめてよ。私の特訓まで無駄にするな。あんた命いらないみたいね。いや、その、覚悟しな。もっぺん最初からぶっ倒れるまで鍛えてもらうからね。はい。キリノ、あるよ。キリノ？そうよ。どうしたの、いきなり。だってあんた学校休むから。サヤ、何これ、あんたまでやめる気。それで校長先生勘弁してくれないかなって。部長が責任取るってことで。1年はまだ先があるしさ。今私にできることは。バカ！バカ！バカ！サヤ、あんたなんでいつもそんなにバカなの。苦しい時も辛い時も笑って自分一人苦労しょい込んで、こんなことで悩みは消えないの。泣いていいんだよ、苦しんでいいんだよ。そしたら私だって力になってあげられるじゃない。悩みなんて自分じゃどうにもならないんだよ。他人の力を借りてやっと解決するもんなんだから。私に言いなよ、一人で決めないでよ。あんたがそうしたいことなら私はついていってあげるから。ありがとう
さや。おかげで決心がついたよ。遅いね、みんな。大丈夫だよ。今日は来るよ。なあ、ユージ。俺、みやみや励ましてきたけど、本当はあいつのこと分かってやれなかったのかな。俺には勝たなきゃいけない相手なんていないし、結局俺は口だけで応援してたのかな。そんなことないよ。ダン君は。お、男子だけか。キリノは？まだ来てません。何か用ですか？なんだお前ら、知らないのか。キューブ？どうする？出直すか？めんどくせえ。しばらく待つ。暇つぶしするか？最後の人暴れだ。相手しろ、一年。わかりました。俺がやります。ダン君。行かせてくれ、ユージ。ふん。やあ！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 俺は別に嫌いじゃねえんだ、剣道。信じられないだろうが、あいつもだぜ。どうした知念。いい度胸だ。やべ、やっぱり俺には向いてね。最後までつまんなかったな、剣道。これ桐野に渡しとけ。日付は春だ。これで俺たちは部と関係なくなる。無理に休部にもできねえだろ。でも。別に嘘じゃねえさ。実際書いたのはあの後すぐだしな。あのバカに借りを作るなんて真っ平だ。行くぞ。ああ。待ってください。部長が作ったんです。更衣室にずっと置いてあって。だとよ。知るか。じゃあな。ありがとうございました。大丈夫？怖かったよ。でもこれでちょっとミヤミヤの気持ちに近づけたかな。聞いてみたら？受け取ってあげてください。その方が先輩たちも喜びます。だね。びっくりしたぞ。いつの間にうちの部こんな騒ぎになってたんだ。ごめんね、部長としてはあんまり心配かけられなくてさ。いいんだよ、部長だって部員なんだから。だよね。そうだね、あの二人が。あの二人か。みんなで呼びに行く？お、お。
な。先輩。おかえり。たまちゃん。次回のバンブーブレードは第25話、剣道とそれがもたらすものだって。ってことはあと2話で終わりか。ミヤミヤその間には勝てるよな。勝ってみせるわ、どんな手段を使ってもね。その黒さも今となっては可愛いよ、ミヤミヤ。ああ、ダン君、その海のような包容力、本当にあんたって人は最高だよ、こんちくしょう。ははこのわがままジュリエットめ。剣道はこいつらに何をもたらしたんだろう。この番組はフライングドッグスクウェアエニックスの提供でお送りしました。